自頭大とは、鎌倉時代に自頭に任命された、御家人が現地に派遣した大官のこと。自頭は、鎌倉幕府によって部任されていたが、自頭として与えられた所領は御家人の本拠地からは、遠く離れた地域に存在することも珍しくはなかった。そのため、本拠地から離れた所領に対しては、自頭聖員の代わりに、一族、労働が大官として派遣されるのが、 一般的であった。これを、自童大と呼んだ。自童大は、現地の庶務に関しては、自童生員とほぼ同一の権限を持っており、小園領主との交渉や訴訟にも直接参加した。また、自童大が、その支配を徹底するために管轄所領の遠隔地や、重要地点に、事故の悲観を、下級の児童代大官に任命して派遣する場合もあった。これを、小白観、 また大官などと称した。鎌倉幕府は個性媒式目14条において、自東大に関する規定を定め、自東大が殺人などの重罪を犯した時には主人である、自東聖員は速やかに自東大を捕らえて幕府に差し出すこと、聖員がこれをかばった場合は、聖員も連座して所領を募集された。また、自東代が小園領主への年貢の納付を拒んだり、 書務の宣令に違反したり、訴訟の際に、幕府や六原丹内の召喚命令に応じない場合には、自党聖院がこれに関与していない場合でも、やはり聖院も、連座として所領は没収された。また、鎌倉幕府の聖師である、東鏡には、御家人が経営能力に優れた三門僧侶や商人を、自党代に任命する事例に触れて、自党聖院である。 御家人と主従関係にないために現地において、自童生員の命令を無視して、尻死欲をむさぼって、現地で問題を起こすことを指摘して、これを禁止したことが記されている。だが、鎌倉時代後期に入ると、現地に土着した自童代が権限を利用して、地域を掌握し、また御家人の一族間における内紛などもあり、鎌倉幕府の崩壊、南北朝の内乱と続く過程の中で、 自東大は、独立した領主としての地位を獲得することになった。沖縄においては、自東大は、琉球王国時代の1429年から1879年に、かけて、各、紛りの自東の大官として、地方行政を担当した人物を示し、紛り番所の最高役くらいであり、行政を管理する役目を担った。ありがとうございます。